さあ、今日から煽り運転の罰則強化を盛り込んだ改正道路交通法が施行されます。今回の改正では車だけではなく自転車の煽り運転も明記され、より交通ルールへの理解が求められます。今日県警は高速道路を利用するドライバーにチラシを配り、煽り運転が厳罰化されたことを呼びかけました。改正道交法では妨害する目的で車間距離を保たないことや急な割り込みなどの煽り運転を妨害運転罪と規定し、違反者は運転免許の即取り消しと最高で5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。被害に遭った場合には相手の挑発には乗らない、また、自己防衛の手段としてですね、ドライブレコーダーの設置、これを、推進していますので、各、ドライバーさんも、積極的に、設置を検討していただけたら助かります。改正道交法を意識する必要があるのは自転車も同じです。止まっている車の間をすり抜けていく運転や、車道に出て右折レーンを悠々と走る自転車です。自転車による煽り運転は道交法が禁止している危険な運転の一つに追加されました。自転車の煽り運転はどういうものなのか再現してもらいます。あ、危ないです。自転車が急に進路変更してきました。非常に危険な運転です。自転車の煽り運転は車やバイク、他の自転車を妨害する7つの行為を指します。車の前に割って入るような進路変更、不必要な急ブレーキ、右側通行、つまり逆走も違反の恐れがあります。故意にというのが一つ大きなキーワードになると思うんですけれども、皆さん普段乗られていると、無意識のうちにやってしまっていることっていうのも あるかと思いますので、危険な、ね、運転にならないように注意していただきたいと思います。他にも車間距離を十分に取らない運転、並走する車に恐怖を感じさせるような幅寄せ、反対車線にはみ出すような追い越し違反、ベルを執拗に鳴らす行為も煽り運転となる可能性があります。ちょっと手を挙げてください。自転車の普通にしてます。そうですね、ほとんどの方が自転車通ですよね。昨日島田市の高校は生徒向けに交通安全講習を開きました。去年1年間に発生した県内の自転車事故の負傷者は3551人で、4人に1人が高校生です。やっぱ急いでたりすると自分もその危ない運転をしてしまいそうになることがあるので、そういう時でもちゃんと安全運転を心がけて自転車に乗りたいと思います。もしかすると僕らが運転しているのは今の小学生中学生には、あ、そんな運転でもいいんだっていうふうな印象を与えている部分もあると思うので、僕らが手本になるつもり で、まあ、僕らの世代から変えていけたらいいなというふうに思います。新しい法律を理解し自分の運転を振り返ることが安全運転への一歩となります。